皆さんこんにちは、江藤彩です。久しぶりに今日は YouTube 動画撮ってみたいと思います。今日はですね、2020年9月1日なんですけど、私の地元愛知県知多市のですね、知多市市政施行50周年ということでおめでとうございます。それでこのですね、ちょうど知多市からこのような特産品とかがですね、段ボールに届いてますので、今日は知多市のね、特産品と知多市のいいところを紹介させていただきたいと思います。あ、まずこれ、じゃん、ポロシャツですね。梅子ってこうイメージキャラクターのね、見えるかな、梅子ちゃんがついてるんですけど、このポロシャツ入ってました。せっかくだから、そうね、これ着ちゃおうかな。じゃあ着てみたいと思います。はい、着替えてまいりました。これちょっとね、 XS だから結構ピタピタなんだけど、これ50周年記念のほら、かわいいロゴが入ってます。結構かわいい、これね。あと梅子ね、梅子っていうキャラクターがついてる。よし、じゃあこれを着て知多市の紹介を今日はさせていただきたいと思います。はい、まずこちらは知多市長さんね、宮島市長からの挨拶文、ありがとうございます、入ってます。あと知多市推奨品の目録っていうのが、すいません、これちょっとなんかくちゃくちゃになっちゃったんだけど、目録が入ってるのでね、これを見ながら紹介したいと思います。あ、言い忘れてた、私知多市ふるさと観光大使なんですね。去年から、それでならせていただいているので、勝手に知多市の宣伝してるわけじゃなくて、一応観光大使としてのお仕事もね、たまにはやらないといけないなと思って、今日は YouTube 動画アップしました。はい、お、大きいですね。こちらおせんべいです。おせんべい、これが株式会社カナンドーさん、カナンドーさんの缶月っていうのかな、おせんべい、エビせんべいです。知多市は元エビせんべいのお店でね、たくさんあるんですけども、こちらカナンドーさんのエビせんべい、美味しそう、ね、いただきます。あとこれがね、重たいんですけど、じゃーん、おしゃれな、これなんとビールです。 OKD って、ね、書いてあるのは岡田の略ですね。知多市の岡田というね、ところがあるんですけども、こちら岡田の町ね、古い町なんですけど、江戸時代から400年以上の歴史を持つ木綿産業で栄えた町でも有名です。ここでね、地ビールがあったっていうのは、私ごめんなさい、知らなかったので初めて見ます。まずこれプラム。プラムのビールってフルーティーな感じしますよね。美味しそう。プラムと、あとこれ、こちらがですね、なんと、スパイシーなシナモンが効いたビールです。いや、これ美味しそう。シナモン私好きなんで、楽しみです。あとこちらが、あ、ごめんなさい、間違えた。こっちがシナモン。こっちがシナモン、間違えた。これなんだ、あ、フィグ、あ、イチジクだ。あ、私の大好きなイチジクだ。特産品のイチジクをふんだんに使ったフルーティーな味わいって書いてある。わー、イチジクのビールって珍しくない？私もうね、フルーツの中でイチジクは本当一番に大好きっていうぐらい、もう本当に好きなんですけど、地元で帰るといつもね、こうこんな段ボールにいっぱいイチジク入って500円とかで近所の農家さんにね、分けてもらったりするんですけど、ね、ちょっとまあ崩れてお店に出せないものとか、もうそれでね、食べるの十分じゃないですか。もうそれが楽しみでいつも実家帰るんですけど、今年は残念ながら帰れないので、
イチジクほとんどね食べれてませんね、うん、イチジク食べたいなと、ね、はい次また重たい瓶です。ペコロスのドレッシング。これペコロスって玉ねぎのこういう ちっちゃな玉ねぎなんですけど、すごい、ね、甘くて美味しいんです。サラダとかでねいただくと美味しいんですけども、こちらのドレッシング、これは、ペコドレ株式会社ユーズさんのペコドレです。ありがとうございます。あとこちらが岡田のカツ丼のタレ、すごいこれ初めて見た。あの日田市の岡田のカツ丼ってちょっと有名なんですけど、カツの上に普通卵とじとかね乗ってるのが多いじゃないですか、多分ね、カツ丼って。それが目玉焼きが乗ってるので、目玉焼きの上にこのタレをかける、すごいね濃厚なんですけど、これがめちゃめちゃ美味しいです。わー嬉しい。なんかコロッケとかね、なんかエビフライとかでも、もう目玉焼きにかけるだけでも本当に美味しいタレです。ありがとうございます。これおかき茶屋さんの、岡田カツ丼のタレです。はい、あとこちらが、あ、これはカード入れですね、名刺入れ。これ梅子の柄がついてるんですけど、こちらはね、杉江畳店さんの、あ、わかった、これ畳のへり、そうだ、ちょっと硬いか、畳のへりでできたカードホルダーです。嬉しいですね、これ名刺入れに使わせていただきます。はい、以上かな、こちら。あと一緒にですね送られてきてるものがあるんですけど、じゃん、箱が3つあって、こちらがですね、ふるさと、ちょっと千田市ふるさと観光大使の名刺がちゃんとねあるんです。もうね、立派な会社員みたいですよね。これ定期的に大量に送っていただけるんですけども、こちらがマリンパーク、新米湖マリンパーク、私が青春時代みんなで語り合ったお青春のを過ごした大好きな新米湖の海をデザインされているものです。あと、もう一つこちらがですね、総理家の梅林、梅が有名なんですけどね、これが、梅が載ってます。毎年梅祭りっていうのをね、2月とかにやるんですけども、こちら、今年の2月は私ライブさせていただきました、ステージで、ね、もう本当に思い出の場所です。ですね、こう25種類の6000本の梅が咲き誇ってます。本当に綺麗なので、こちらもね、よかったら愛知県千田市に遊びに行ったらぜひお立ち寄りください。あとこちらがまた岡田の古い町並みっていう、ね、もう昔ながらのこう家が並んでるところなんですけども、こちら本当にね落ち着きがあって風情があっていい場所です。これ私の名鉄線に揺られてという私が作詞した地元を思って書いた曲の、MV ですね、ミュージックビデオのこちら使わせてもらってます。岡田の町とあと新米湖の海ですね。こちらよかったら名鉄線に揺られての MV もご覧ください。でも、ね、宣伝しちゃいますけど、はい、では、今日は千田市の特産品紹介させていただきました。千田市50周年ということで本当におめでとうございます。これからもお世話になります、よろしくお願いしますということで、今日はこの辺でごきげんよう、さようなら。